池井戸潤、原点にして最高峰。池井戸先生がこういう認識もあるんじゃないかという意見もされたらしくて、今日も一日頑張るぞ。今回はこの3人のタッグみたいなところも見どころになってるのが、はこれ大問題になるぞ。正義とは何かみたいな、果たして何が正解なのか、この際全部さらけ出したいです。こんな人がいるんですね。いろいろな人間模様も描かれてるんで、一人一人の人間のこの欲深さというか、面白いんじゃないでしょうか。緊張とかは違いますよね。すごいいろんな人生を過ごせてありがたかったです。お客さんが一番先に分かるパターンの映画っていうのはなかなかないっていうか、あの人が悪いっていうの分かってるそれを分かった上でも楽しめる。そう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 。池井戸潤さん原作の珠玉のエンターテインメント、ぜひご覧ください。シャイロックの子供たち、やられたら倍返しってな。